なかなかランクが上がらないマネネ君、ある日教授の話しているスーパースタイラーの噂を耳にしてしまう。そしてそのスーパースタイラーを奪い、てんてんてんみたいことだろこれ。それにこれはもうここに普通に入ればいいのかな。これ事務的なことでしょ。フォルシティのレンジャーベースに到着じゃ。ケンゾー君ご苦労だった、ミッションクリアじゃよ。ん、嬉しくないのか。もしやスーパースタイラーを奪われてしまったことが引っかかっているんじゃろうか。いいかケンゾー君、お前さんのミッションはこのわしをこの場所まで無事に送り届けることだが、無事じゃねえじゃん。だからわしを見てみろ、怪我一つしておらんじゃ無事じゃねえじゃん。でもそしてそこが目的のレンジャーベース。なんかいいじいさんだなこいつ、優しい気を使ってくれて、いい大人で優しいやつだよ本当に。孫とかにめっちゃお小遣いあげてそう。お、何、誰誰、お、ドードリオだ。何、誰ですか。こんにちは、ジョー。お帰りなさい新原教授。ハヤテはお前がここのリーダーか、もしかして。ただいまジョー。ハヤテは元気じゃが、わしの方がちょっとな。いや実は恥ずかしいことじゃが。もうこれは大変だぞ。おい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 、めちゃめちゃ大変じゃないの。なんですって、スーパースタイラーを。なんだお前、金髪のすかした野郎だな。詳しい話はレンジャーベースで聞きます。さあ早く。おう、レンジャーベース、俺も行っていいんだ。あ、はい、あ、記録してください、お願いします。いいねこれ、ちょこちょこ聞いてくれんのいいね。セーブポイントじゃないところでも場面場面でね、優しい配慮ができてますね、素晴らしい。あれ、みんな同じ顔だ。あれあれあれ、みんな同じ顔じゃない。あれ、モブがみんな同じ。教授の護衛ご苦労様、君のことは早手から聞いています。なんかこの制服より俺たちのところの制服の方がかっこいいな。おう、レンジャークラス1にしてはなかなかの働きでしたね。なんだこいつ、見下してんのか、おい、バカにしてんのか、おい。今から建造のレンジャークラスを2に認定しましょう。ありがとう、なんかすいません、悪く言って口悪く乗せてしまって。いいやつでした実は。やった、お、クラスアップ、レンジャーランクが2に上がったぞ。やった、レンジャークラスだ、レンジャークラスが2に上がった。やった、ポケアシスト、格闘が使える。何、使えなかったの今まで、なんで増えていくんだ。使えないのもあるんだ。教授、大事なお話があります。ここではあれなので2階に行きましょう。俺たちはどうすればいいの。ここで待っていてください。はい、え、俺はどうすんのじゃあ。その間またモブに話しかけるけ。うーわ、ついていってやろうか。こんにちは、俺リンキー、よろしく。リンキー、こんにちは。君のところハヤテさんとうちのリーダーのジョーさん、昔同じチームで働いていたんだって。へえ、若い頃はライバル同士ぶつかり合いもあったらしいけど、今はお互いに尊敬し合っている感じだよ。鬼ドリル使いにのハヤテに、ドードリオドリのジョーってフィオレでは有名なんだ。へえ、俺はね色違いミュウの鈴木っていうことだよ。お前 YouTube では有名だからな。おい覚えておけ、鬼ドリル使い、鬼ドリル使い、ドードリオドリ、色違いミュウだろうが、バカが。ケイト、俺ケイトっつんだ、覚えてくれたら嬉しいよ。それにしても君すごいよな、新原教授の護衛を任されるなんてな。え、凄さがわからない。新原教授はレンジャーユニオンの技術最高顧問だぜ。それわかんねえ、君が使っているそのキャプチャースタイラーだってその教授の発明な。へえ、すごいね。あ、なに、あ、アリア、おかえ、アリア誰。え、なんでこいつケツ出てない今、こいつ服装今ケツ出てなかった。あら、その制服、あなたもしかしてリングタウンのレンジャー。でも知らない顔ね。私はアリア、フォルシティのレンジャーよ。よろしく、よろしくお願いします。アリアさん、お、聞いたことないですって、この私のことを。何も知らないのね、あなた。まあいいわ。で、あなたの名前は鈴木健三と申します。どうぞよろしく。以後お見知りおきを。ふーん、そう、健三くんっていうの。はい、あまりパッとしない名前だけど一応覚えて。なんこいつ嫌なやつだな、おい。嫌なやつ、あいつの方が良かったわ。俺んとこのあのひなたちゃんの方がいい、やいい女だわ。整列、何、え、これ俺も、これ俺も、はい。ゴーゴー団と名乗る連中に教授の大事なスーパースタイラーを奪われてしまいました。スーパースタイラーとはキャプチャースタイラーの最新型と考えてください。まだ開発の途中なので詳しいことは言えませんが、悪い奴らの手に渡ると悪用される恐れがあります。奪われたスーパースタイラーを何としても取り戻す。なんでこいつスーパースタイラー持ってうろうろしてんだよ。まず置いていけよどっかに。なんで持ってうろうろするんだよ、バカなのかこの教授は。おい、ここはフォルシティのレンジャー全員のミッションです。おい、
これはいつものミッションではない。フォルシティだけでなんとかできる問題ではないのじゃ。すべてのレンジャーベースを統括するレンジャーユニオンの最重要ミッションとして、フィオレ地方にあるすべてのレンジャーベースにたった今伝えたところじゃ。各地のレンジャーと協力し合ってミッションをクリアしてほしい。わしが油断したこと申し訳なく思っている。本当だよお前、持ち出すな教授。いいですか、新原教授のためにも全力で頑張ってください。まずは55団の情報を徹底的に集めること。スーパースタイラーが奪われたクロッカトンネルを中心に活動を開始してください。おお、クロッカトンネルに行けばいいのかな。こまめな報告を忘れないように。お、以上解散。荒いね、いいね、行くよ俺も。ん、何ですか。フォルシティのレンジャーと一緒に行動したい。その気持ちは嬉しいのですが、今の建造のレンジャークラスではこのミッションは無理でしょ。なんでよ、俺もいろいろやりたいのに。君には他に頼みたいことがあります。今回のミッションでフォルシティの街からレンジャーがいなくなってしまう。その間この街のレンジャー活動を君に。俺の街はどうなるのじゃ。困っている人たちを助けてあげてください。これを建造の今回のミッションとしましょう。お、ミッションもらった。なんか投げやりなミッション。すごく投げやりなミッションだね。困っている人を助けよう。もうフォルシティ事件もなんかお前物は言いようだなおい。本当にスタイラーにメール受信。お、なんだ。ハヤテから建造へ。ジョーから話は聞いた。慣れない場所で大変だと思うが、フォルシティで困っている人たちを助けてあげてくれ。よろしく頼む。オッケー、助けてやろう。じゃあいっぱい話しかければいいのかな、わかんないけど。ああいう人とか。こんにちは。地下水道は点検中で今は立ち入り禁止だよ。最近水が汚れてきたって苦情が来てるんだ。何が原因なんだろう。おお、絶対あれ俺のミッションじゃん、間違いねえ。あの原因を探れみたいミッション。あ、何。あ、こんにちはお姉さん。レンジャーさんお願い、マンション。おお、何。おい、あら、早速そんな。お、やりまんか、誘われた。手違いがあってちょっと困れてるの。待ってるわ。なんすか。任せてください。町の安心、暮らしの安全、僕が守ります。なかなか素敵な建物でしょ。私の部屋はこっち。おい、こういう手法で部屋に誘い込んで、ね、ミッション、あたかもミッションかのように部屋に誘い込んで襲いかかってくるっていう AV で見たことあるぞ俺。こういうの、水道の点検やら何これ。どうしたの。レンジャーさんこれ見て、この邪魔な木箱、どっかの引っ越し屋さんが忘れていったらしいのよ。お願いな。なんで。すげえ大迷惑じゃん。何それ、そんなひでえやつがいんの。例えば幕の下捕まえればいいのか。どこにいんだ幕の下。あ、ブルーもいる。ブルー捕まえたい。あ、え、ブルー捕まえたい。ブルー、あ、捕まえたい。逃げんじゃねえ、野生な。2匹同時、マジで。すげえ、そんなこともあるんだ。へえ、すごいね。捕まえたい。大丈夫け？2匹同時に来い。2匹同時に捕まえることもできる？とりあえず、うわー。来い、よしよしよし。よし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 、とりあえずオッケー。1匹。うわ、危ねえ。うわ。オッケー、くそ。うわ、やばい。もうやばいぞ、体力がないぞ。うわ、やばい、逃げろ。危ねえ、とりあえずブルー。危ねえ、回復しないと。あ、ピーチュー捕まえてこよう。お願い、ありがとう。俺と一緒に来い、幕の下。よし、怖え。うわ、怖い。あいつ、怖い。うわ、怖い。これ、技が怖いよ。何きっかけで技を出してくるんだ。お客さん、どのぐらいの距離あるんだろう今。そこそこあるんじゃないこれ。大きくいけるんじゃないこれ。うわ、大きくいけそうだぞ。なんか距離ができてきてるぞ。オッケー。ゆっくり行こう、ゆっくり。そんな焦る必要はない。うわ、何話しちゃった今、間違って。わかった。うわ、くそ、危ねえ。うーわ、はい。うわ、いけない。うーわ、今のは避けたことでいいじゃん。オッケー。危ねえ。オッケー。オッケー、よーし。コツをつかんだぞ。一気にやる必要はないんだ、別に。距離ができてきてるから、俺の、これも。幕の下。体は小さいけれど、物を動かす力はとても強いよ、ロー。オッケー。よし。こんな感じ。ちょっと俺のキャプチャースタイラーも距離出せるようになってきてるっぽいから。ピチューもういないの。回復したい。ピチューがいないね。距離出せるようになってきてるから、ちょっとこれを活用していければいいのかなっていうところ。おい、
力を貸してくれ、マグルシタ。ドガン。これで解決なの？根本的な解決に なってないんじゃない、これ。木箱はだって結局あるままだよ、これ。入ってくれ。おう、よかったな。お茶でも、おお、飲んでく。おお、マジで、AV の世界だ、こっから。おお、何コンパン、どうしたのこれは。キャー、何よこれ。知らないの、お前のポケモンじゃないの。レンジャーさん捕まえて。なんかこのマンション全然いいとこじゃねえじゃん。全然じゃん、クソみたいなマンションだな、おい。ちょっとなんだこれ、何これ、何これ、どういう状態これ。コマ置いていいの俺。はい、おいでおいで待ち伏せたくない。オッケーオッケーオッケー。うわー、くそーしでもいい、悪くないこの作戦。強引に力技だ。オッケー、よーし。結局力技が一番いい気がしてならないぞ。おい、もっと俺のライン長くなんねえかなこれ。スタイル、お、やった、長くなれ。ラインがエネルギーが2つ増えた。おっきい、ラインの長さが5伸びた。おっきい、やった、嬉しい。コンパンのデータがブラウザに登録されました。コンパン、ぴょんぴょん飛び回って毒の霧を撒き散らしてくるろ。どういう技なんだろうこれは、どういう効果があるんだろう。これで憧れの都会暮らしが送れるわ。レンジャーさんありがとう。お前でも毒霧撒かれてたけど大丈夫か、パソコンとか。これおい、電子機器に悪影響を及ぼしそうだな。どっから入ってきたのこのコンパンは、気持ち悪いね。さすがにこのサイズが入ってると気持ち悪いね。悪いけどそのポケモン私かなり苦手なのね。だから早く逃がしちゃって。ここで逃がしていいの？おい、ここで逃がしちゃったら何の意味もないんじゃない。おい、引っ越し早々こんな目に遭うなんて。でも私くじけない、前向きに。おい、クソみたいなとこだなお前の引っ越してきた町、かわいそうに。俺と一緒に住まないか、おい俺と一緒に住もう、じゃあな。こんな町は出て、他は、お、なんだ、またミッションか。やってやろう、任せろ、全部俺に任せとけ、任せとけ。エネコおばさん、ちょっとあんた、ちょっとそこのレンジャーさんってば、私のかわいいかわいいエネコちゃんたちがいなくなっちゃったのよ。お願いだからすぐ連れ戻してほしいのよ。エネコちゃん知ってるでしょ、ちょちょいのちょいで解決よね、なんたってレンジャーなんだもの。任せろ、どこ行ったのエネコ。お、これいけ、あら、エネコちゃんなんてかわいいのかしら。そうそう、このポケモンよ、この子と同じポケモンよ。え、何匹何匹、あと1匹。何エネコちゃんたちがあれって、え、何エネコちゃんたちがうんぬん、何匹捕まえればいいの。どこに、ニャースだ、ニャースかわいいね。え、エネコだよね、でもね、ニャースじゃないもんね。ニャース捕まえたい、まだ捕まえたことないポケモンを積極的に捕まえていきたい。ニャースだ、ニャースはどんな効果なんだろう。小判、あ、切り裂く系だこいつ、同じパラスと同じか、遠いな。オッケーオッケー、いけぞいけぞいけぞ、よし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 、長く持つ戦法でうまいことはまったね、いいね。よし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 、爪を使って木などを切り裂く、2本の足で器用に歩くのだろ。ニャースね、かわいい、ニャースかわいいな、いいね。でエネコはどこにいんの、エネコのヒントもらいに行こうぜ。なんかあの施設の近くにいるんでしょ、俺たちのレンジャー施設の。おいおいババア、あれどこババア、あババア、どこ、どうしたのよ。エネコちゃんの居場所わかんねえよ、そりゃそうだろ。ロマンチックなところがあるから、きっと噴水の近く。なんでそれさ先に言わないの、本当に解決してもらおうという気持ちがあるのか。噴水ってどこ、そんでこっちか、こっちも行ける、あ、行けるんだ、へえ。なんであいつ解決してもらおうという気持ちないだろう、あいつには。あ、いた、エネコちゃん、これか、これ一匹捕まえたらそれでいいの。おばさんのエネコだ、おばさんのエネコなんだ。じゃあこれ捕まえよう、ほい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 、簡単、よー簡単、あらあら、おばさんのエネコなんかちょちょいのちょちょい、おさのこさいさいよ。6章、リスクを見つけると飛び跳ねてあばじゃれる、尻尾を振る姿が愛らしいポケモン。何ディスクって、何のディスク、 CD 的な話。お、ルンパッパだ、ルンパッパいんの、欲しい、すげえ、ルンパッパ捕まえられるんだ。あ、何歌ってる、なんだこの技、うわうわ長え、こいつ7回も回らなきゃいけないんだ。何これ、これ何の技なのこれ。お前行け、お前行け、アシスト行け行け行け、よし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 、いいぞ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 、行け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 、よし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 、素晴らしい、よかった、マイナーよくやった。こうやってうまいこと使っていけってことだな、ポケモンのアシストを。
いいね。歌を歌いながら陽気に踊る。その歌をその歌はキャプチャーを阻んでくる。ロ。おー、ルンパッパが先に手に入ってしまった。すごい。で、待って、これ回復したいんだけど、あれは？ピチュー欲しいな。お、あ、エネコだ。ニャース頼む。いけ、はい。オッケー、いけ。シャキーン。いいね。なるほど、こうやって活用していく。てか、ピチュー捕まえたい、マジで。エネコ。あ、逃げんじゃねえよ、エネコ。どこ行くんだよ。なんでよ。エネコ。てか、俺、エネコよりピチューが欲しいな。今。いけいけ。どこ行った？あれ、見失った。エネコいない。あ、怪力、ゴーリキー。ゴーリキーとかいるんだ。研究員、ちうるさいぞ、ゴーリキー。まったく役に立たねえポケモン、なんてやつだ。ひどいこと言うんじゃねえよ。おい、お前、そこで何をしている？関係ないやつはここから出ていけ。ゴーリキーがかわいそうだと、かわいそう。俺たちのポケモンをどうしようと、お前には関係ないだろうが。なんてやつだ。炎上しろ、お前、それ、ポケモン、SNS で。とりあえずエネコ捕まえます。てか、ゴーリキーやるんだったら俺、まず回復からしないと、きついぞ、これ。回復しんといかん。ちょっと待って、これ、後で来るわ。ゴーリキー、ごめん、待ってて。また来るから。やあ、こんにちは。お邪魔します、ゴーリキー。キャプチャーできないの、これ。ここは何の空間なの？これはもうこのイベント終わり？ゴーリキー、俺と来い、ゴーリキー。お前、なんでだよ。おばさん、連れてきたよ。これで全部か？茶道買ったわよ。なんだこのババア。なんか嫌なババア、嫌なやつばっかりだな、なんか。あんたなかなかやるじゃない。私のエネコちゃん、あと3匹もいんの。だるい。だるい。あと3匹もいるの？高いところ？どこだよ、知らねえよ。マジかよ。全然。これとか登れるのか？高いところ。建物の中とかにいられたら俺知らないよ、もうマジで。それは。あ、いた。これじゃん。絶対そうじゃん。お前どうした？今の、本当のポケモン全然わかんなかった。は？エネコの本物が混ざっていたとはね。なんというか、何？どういうこと？あ、ぬいぐるみだと思ってたこと。何それ？めちゃくちゃかよ。気づくだろ、普通に。どんだけだよ、おい。それ言い訳だろ、それ。おい、待ってくれ、こいつら本当はぬいぐるみ集めしてるわけじゃないぞ。こいつら本当はあれだぞ。剥製作ってるだろ、生きたポケモン連れて帰ってきて。絶対そうだよ。お前、エネコ剥製にされるとこだと危ねえ。サイコ野郎が俺が入ってきたから言い訳にぬいぐるみだと思ってたよ。あははじゃねえんだよ、バカ。捕まえるぞ、ほら。まあ、来い、俺とは。危ねえ、危ねえ、おい。この街にもサイコがいるよ。剥製にされるところだ。危ねえ。うわ、成功だ。本物のポケモンにそっくり。ほら、間違いねえよ、間違いねえよ。ほら、だから今びっくりして急に言い訳してるから、なんというか心温まる、ちょっといい話だよな、みたいな、なんかわけわかんないこと言ってる。危ねえ。建物の中にも混ざってることが分かってしまったので、これちょっとどうすかね。いろいろ探索必要になってきましたね。いよいよ。あ、いた。お、いた。あれ、どうやって行くんだろう。屋上、あのマンションか、これだ。ここか。お、いた。いや、手間かけさせんじゃねえ。来い、俺と一緒に。おい、連れてきたぞ。おい、2匹。あと1匹だろ。任せろ。あと1匹、オッケー。任せろ。どこどこ、どこにいるの。ヒント教えろよ。ゴミなんか漁ってないとき、ゴミ、どこだ、ゴミ漁るって。ゴミ捨て場がどっかにあるのか、わかんないけど。なんであいつさ、ヒントを先に言わないんだろうね。ゴミ捨て場どこ、そんで。俺わかんないよ、全然。この辺なんか裏っぽいよね。あー、違う、ここじゃないのか。ゴミ捨て場、ゴミ捨て、これは、これゴミ捨て場な、違うね。ごめんなさい。ごめんなさい、おじさん。人住んでたわ。ごめん。人の家をゴミ捨て場とか言ってすいませんでした。めちゃめちゃ失礼なことを言ってしまった。この辺ゴミ捨て場かな、わかんない。ピチューもいる。ピチュー、あ、この辺じゃない、ほら。なんだこれ。あ、これで、じゃあ、あ、うわ、絶対これじゃん。ミャー言ってる。これじゃあフィールドのあれ、お、ピチュー、あれ連れてこ、なに誰、お、ストップだ、レンジャー。この先にあるキャプチャーアリーナの情報を聞いてきたのかい。
残念だけどまだ準備中なんだよ。あ、そう。あれだ、ブルー捕まえてこればいいんだ。ブルーの力借りよう。で、これブルー、上画面見てください。これブルーの、なんかタイプというか、あのマークがなんかついてるでしょ、あれ。で、これも同じマークついてるんで、これ、ほら、これでいけるんじゃないかなと。ドカン。こんなん人が開ければいいのにね、別にね。こんなのね。お前開けろよ、自分で、ゴミ箱ぐらいは。木が燃えているとかさ、あんなのはしょうがないと思うけどさ。自分でやればいいのに。もうゴミ箱には触りたくないってか、触りたくねえからポケモンにやらせようみたいなこと。すげえひでえ話だな。いいね、偉いもんで。慣れますね、人間。これ連れて行こう。じゃあちょっと回復もしてから。連れてきたよ、おばあさん。おい、連れてきた。おい、ちゃんとありがとう言えよ、お前。言わんと許さんからな。お、1、2、3、4、5、6匹。私のエネコちゃんたち全員揃ったのね。あんた大したものね。おばさん感心しちゃったわよ。ありがとうね。おお、俺が言える。偉い。偉い偉い。なんで6匹も持ってんの？これもうトレーナーじゃないの？これは。どういう基準なんだろう？トレーナーかトレーナーじゃないかって。これもうトレーナーだよね？言ったらね。よくわかんねえな。もう置いた人ダメでちよ。さあさあ帰りましょうね。はい、整列。はい、ちゃんと帰んのみんな。お、すげえ。よく訓練されたある。すげえな。お、ババすげえな、あいつ。なかなかやり手だね。おー、偉いね。バイバイ、猫ちゃん。セーブしよう。